シナリオをやっていきたいと思います。ではでは、第7版終わったので、かかし先生の話に行きたいと思います。それでは、物語の始まり始まり。任務も中任まで行って、で次 C ランク任務やってったら、おそらく特別常任になるとは思うんですけど、ちょっとキャラクターを増やしたいなというところで、シナリオを中心にちょっとやっていこうかなと思っております。愛の鞭サバイバル演習。ちょっとね、今回ピンマイク、この演習は脱落率 66% 以上の超難関テストだ。俺を殺すつもりで来い。でも危ないわよ先生。そうそう、黒板消しも避けれねえことたんくせえのに、本当に殺しちまうって言えばよ。世間じゃさ、実力のないやつに限って吠えたがる。まあ、マイクをですね、ちょっと場所をさっき立つなよ変えまして、ピンマイクみたいにして服につけてたんですけど、またスタンドマイクのように元に戻してます。スタンドマイクみたいにした方がなんか音質が良かったりするのかな。そっちの方がなんか音が良かったような気がするんですけど、実際ちょっと僕自身の ね、操作のそれからちょっとした気分で、お、これますか、虎の意味。サムネ候補きた。神獣斬首の術、シャインガン、お前の身だ、死だ。お、シャリンガン海岸、チャクラ減る？減らんぐね、これ。何が上がったの？能力が上がったのかな？走るのが速くなって、パワーも上がったの。あー、敵の忍術パクるんや。シャリンガン状態、へえ、すげえな。てかレベル1でシャリンガンになれるんや。こんなもんじゃまだ俺はやれないね。ラーメンとお汁粉ばっか食ってるからだ。忍者たるものもっと野菜を食せ。そうやね、野菜最近食べてないな。食べてないわけじゃないけど、なんかこう意識的に食べようという感じがない、最近の私の食生活でございますが。天才忍者のお手並み拝見、サバイバル演習。俺の野望は一族の復興と、ある男を必ず殺すことだ。やはりな。俺にはこんなところで後戻りしてる時間はねえんだ。まあそんなのは俺を倒してから言うんだな。まあ次はサスケか。立つなよ。俺は他のやつらとは違うぜ。サクラぐらいしかおらんしな。ダイナミックエントリーが見たい。
くよ。なんか変わり身が全然出ん。なしてやろう。国で白黒つけてやる。忍法口寄せ。ボタン追加の術。これパックンですよね。これはあれか、ザブザの時に使ったやつやね。目で追えないのであれば匂いがあるというね。キャパない、危なっ。区内でかくねえか。俺に二度同じ術は通用しないよ。うちは一族ってのも案外大したことないのね。それじゃあお前はイタチに勝てないよ。もっと力が欲しい。やっぱり桜か。サスケ君、どこにいるのかな。まさかもう先生に。サスケの心配をする前にまず自分の心配をしたらどうか。忍びの任務は命がけの仕事ばかりだ。お前には向いてないよ。ここまで来て諦めるもんですか。いいだろう、勝負だ。シャンクロン、いい感じ。この時はまだイチャイチャパラダイスなんですよね。上上のコンボをちょっとやりたいなと思いつつ倒してしまいそうなんですが、それ普通に上上の技って何なんでしょう。こいつない。千年殺し、危ない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 。よかった、避けてくれて。下下丸で千年殺しか。同じ術は通用しないよ。まだお前の力じゃ俺はやれないね。今回は無理しなくても次回頑張るってことで。お前ね、
謎の刺客、霧隠れの追い人、ハク。確かその面、お前は霧隠れの追い人だな。さすが、よく知っていらっしゃる。ただのガキじゃないね。手加減はいりませんよ。やっぱり白衣な。まあそう殺気立つなよ。できれば戦いたくはないのですが。ナルトで一番好きなキャラですからね、白衣。白衣そんなに強いキャラじゃないですけどね、いろいろと思い入れがねあるので。千本というか手裏剣いっぱい投げるやつ欲しいな。あれ結構好きなんですよね。透明化。戦いづらいな、やっぱり。よし、まあ、ステージと今と若干通しにくい。ザブザさん、少しはやるようだな。相手が悪かったな。実際カカシとハクは戦ってないですけどね。氷上の戦い、霧隠れの鬼人ザブザ。カカシ、お前を倒さなきゃならねえようだな。お前の野望は多くの人を犠牲にする。そういうのは忍びのやることじゃないんだよ。そんなこと知るか。俺は理想のために戦ってきた。そしてそれはこれからも変わらん。諦めろ。お前の未来は死だ。セリフ詰め込んだな。まあそう殺気立つなよ。さて、どの急所がいい。本当はもっとあるんですよ、セリフ会話が。かなりだいぶ詰め込んでるので、
水流弾。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。俺の唯一のオリジナル技だ。大切り、大切り、かっけー。少しはしゃぎすぎたようだな。これで終わりだ。まだまだだな。かっけー。あ、なんか持っとる、なんか持っとるってか、あれ持ってね。あれあれ、首キー包丁持っていてーってか、溺れてもだ。敵の動きが真似るんか。そんな能力あったっけ。大切りかっこよかったな。なぜだ、お前には未来が見えるのか。お前は死ぬ。ざっくりしすぎやろ。もうちょっとこうピンポイントに、まあ、実際未来は見えんけどね、車輪ガンで。動力を利用した予測に次ぐ予測らしいですからね、あれは。先の先を読むっていう占いができるわけじゃないらしい。あいつが帰ってきた。お久しぶりね、カカシ君。オロチマル、いくらあんたがあの三人の一人だも、今の俺ならあんたと差し違えることぐらいはできるぞ。この時カカシ先生26とかでしたっけ。君が私を殺すだって、やってみれば、できればだけど。いいだろう、勝負だ。差し違えるなんたらかんたらっていう話は中忍試験でサスケの順位を封印したときに確かそんな話をしてたと思います。でも結局は戦わなかったんですよね。これ落ちまくるんよね、知ってないと。敵の仕方を知ってないと。ウイルス文字、痛い。マンダー、人差し。草薙の剣は実際三代目と戦った時にエンマに使ったんかな。さすがの俺でもあれは痛えぞって言ったようなセリフがあったような気がしますけど。少しはしゃぎすぎたようだな。アクソン、間に合わなかった。まだまだだな。このまだまだだなっていうセリフが、確かちょうどテニプリ、テニスの王子様も
同じタイミングぐらいで放送して、それをなんかねこう、私は不老不死、こうなんかこう重なるところがあるんですよね。かかし先生、ここでしたか。許してくれ。かかし先生、ここに来ると昔のバカだった自分もいつまでも戒めたくなる。私の両親もここに眠っているんです。火の意志、この里を守ろうとする強い意志、ここに眠る英雄たちの意志はきっと私たちの教え子にも伝わっているはずですね。さあ、ナルトたちがあなたのことを待ってますよ。畑かかし殿。あの石碑はまあネタバレするとあれですよね、あれですよね、リンとオビトか、戦場のボーイズライフまで全く触れられることのない伏線でしたね。まあナルトもそうですけど、世間って狭いなっていう、ケケクラスボスオビトが呼び出したマダラですもんね、ラスボスで。その裏で糸を引いてたのがクロゼツっていう、世間って狭いなーって、すげえ世間狭いなーって本当に思いましたね。世界はこんなに広いのに世間って狭いんですよね。不思議ですよね本当に。ゲームキューブ版だと雷霧2連動つんないのかな。ゲームキューブ版でその対戦中にシャリンガンモードになって奥義を発動すると、確か雷霧二連突っていう名前になったような気がしますけどね。あんまりかかし先生をこうてらって使ったことがないのであんまり記憶ないですけど、確か雷霧二連突って名前に、あ、これやったね、ザブザの隠れ家の2階に隠れ続けろっていうのね、隠れ家のところの上のところでしばらく待ってたら巻物がもらえるという話です。キャラクターごとのストーリーが楽しめるものだよ。特に何にも なかったですね。まあとにかく雷霧がかっこよかったっていう、ただそれだけ。あと千年殺しが見れてよかった。